京セラドーム大阪には大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークスの3回戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、対エース。バッターは3番グラシアル。2試合当たりが出ていません。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は打ち、やや浮いた感じでしたけど、打ちにくいボールですよね。次は外というパターンもありますから、泳がされないようにしたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。打ちました。あっと強い当たり、弾いた。ボールを拾ってセカンドホースアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたが、ホークス得点には至りませんでした。守ります。赤星さん、序盤の攻撃、特に大事な点はどのようなところでしょうか。一回り目で先発投手をどこまで攻略できるかですよね。なるほど。先制パンチを相手に繰り出すことができるかという点ですね。ホークスマウンドに上がるのは先発の千賀。さあバファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。新井打席に入ります。昨日は驚くような活躍を見せました。いや、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。さあホークスはエースが登板ということになります。さあそのエースをバファロー初球時、この打球はフライになっています。ピッチャーが落下点に入ります。千賀が抑えています。ワンアウト。バッターは牧。昨日のゲームはホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。さあこの調子を維持していけるか。千賀、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは千賀、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをバファローズ打線がどう攻略していくか。高めちょっと外れたか。引っ張った。松田アウト。ここは送球が間に合っています。バッターは注目のルーキー、トレーシー。昨日のゲームでホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。2アウトランナーありません。この回のバファローズ打線ですが、4球で2アウトになっています。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、アウトコースは外れます。打った。ライトに強い打球、伸びていく。どうだ、どうだ、ライトオーバー。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。最初は変化球できました。さあ2球目は何か。インコースを厳しく攻めます。ボール先行です。これは落としてきました。打ちました。ライトに大きな打球、ライト下がる。抜ければ先制ですが、ライトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点を先制しました。ライトオーバーのタイムリーヒット。1対0。バファローズ試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。初回からの先制点、タイムリーで上げています。バッターボックスは5番ローズ。バファローズこの回1点を入れています。さあ先制に成功。なおもリードを広げるチャンスです。いい感じでつながってますんで、切らさずどんどん行ってほしいですね。はい。さあここも続くことができるでしょうか。ファウルになります。打ちました。打球はライトへ。ここは打ち上げています。最後はライトフライ掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ見事な攻撃でした。バッターボックス中村。昨日のゲームでは無安打に終わっています。フォアボールのランナーが出ています。
まずはインコース、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。見逃して三振になります。ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている松田。昨日のゲームではホームランを含むマルチ安打を記録しています。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。ツーアウトランナー一塁です。変化球で空振りを取ります。封を切らせました。2回の裏になります。バファローズの攻撃、バッターは鈴木。前回のゲームでは4安打を記録しています。打数が多かったのもありますが、よく打ちましたよね。そうですね。さあここも期待がかかります。バファローズ1点リードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、序盤でもう 2,3 点取っておきたいところですね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。アウトコース決まってストライク、ワンボールツーストライクです。打った、センターに強い打球、この当たりはどうか。センターオーバーのヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで5試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスには金村入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。リードしてますが、取れる時に取っておきたいですよね。まだ安全圏ではないですからね。なるほど、そうですよね。インサイド落ちました。今宮抑えてワンアウト。さあそして打席には山下入ります。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこういったチャンスでできるだけ差を広げておきたいのでね、ここはしっかりつなぎたいですよ。なるほど、そうですね。これは入るでしょうね。入った、ホームラン、ツーランホームラン、これで4試合連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ3対0、見事な一発が飛び出しました。その差を3点と開いています。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。ナイスバッティングですね。この序盤戦、徐々にリードを開いていきます。バッターは注目のルーキー水口。バファローズホームランで追加点を挙げています。赤星さん、着実に得点を重ねていってますよね。そうですね、こういった積み重ねができると勝ち星につながりますからね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。自由自在のピッチングを見せます。ノーボールツーストライクです。さあ4球目は何か。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。これで3試合連続安打、ワンアウトランナー一塁となりました。打順はトップに帰って新井。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張った、これはどうだ。これで3連打、ワンアウトランナー二塁一塁。打席には2番バッター牧。バファローズこの回2点を入れています。さあ3点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。赤星さん、ホームランの後またここでチャンスになりましたが。そうですね、ここは勢いに乗って取れるだけ取っておきたい。打ちました、ここもファールです。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。そうですね。打った、高く上がった、レフトバックする、バックする、フェンス直撃、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、4対0、バファローズ4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。大きなリードをもらいました。さあそしてバッターボックスにはトレーシー入っています。さあチャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたい。引っ張った、ヒットになった、バックホームする、サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット、5対0、バファローズリードを5点に広げています。バッターボックスは4番小栗。
リードはしてますがまだ序盤ですからもっと点は取っておきたいですよね。さあ序盤から大きな差をつけていますが攻撃の手は緩めません。これはちょっと手が出ないですよね。はい、変化球が決まって空振り三振、ランナーは動けませんでした。ツーアウトになりました。初球空振りです。打った、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これで4試合連続のホームラン、追加点が入りました。オリックスバファローズ8対0。さすがクリーンナップという一発でした。ピッチャーの状態ですが若干きつそうにも見えます。ここは当然という交代でしょうか。ホークスピッチャーを変えます。右バッターが続く場面でマウンドに上がるのは川原。さあマウンドに上がったのは川原、今シーズン4試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。三遊間、松田抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。打順は1番に帰ります。バッター牧原、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えておきたいですね。そうですね。ヒットでインサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。バファローズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁、2番バッター今宮。まあバファローズとしては気を抜かずしっかり抑えないといけませんね。はい、さあここはしっかり守りたい。ストレートを狙ってたんでしょうかね。高めに1球外します。150キロ、見逃しで三振を奪います。これで2アウト。バッターボックスは3番グラシアル。先ほどの打席はセカンドゴロ、併殺打となってしまいました。2アウトランナー1塁2塁です。緩いボールしっかりと見極めました。インコース打ちました。いい当たり、これはどうか、ヒットになった。ホームに送球する。バファローズさらにピンチになりました。2アウト満塁です。この柳田、ここ5試合で打率が1割を切っていますが不調に陥ってる感じでしょうか。はい、ちょっと調子を崩してますね。何かきっかけになるような一本が欲しいところですね。なるほど、そうですか。さあここから調子を上げていきたい。打ちました。ファウルになります。打ちました。マキ抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。8対0、バファローズ大量リードしています。これから3回の裏、7番から始まるバファローズの攻撃。金村バッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで序盤3回の攻撃に入りました。コーナーを突きます。148キロ、打ちました。これは大きい、伸びていく、どうか、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。初球は何から入ってくるか。初球打ち、大きな打球になった、レフトバック入りました。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ10対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。打席には9番バッター水口。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。今日は調子が良さそうですよね。期待しましょう。打ちました。伸びていく、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー2塁です。抜けたような感じになりました。大きく外れます。豪快なスイング打ちました。ライトへ打球伸びる、三塁へ送球する。2番バッター牧師、
先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、はい、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。ここはランナー返せません。ツーアウトになりました。バッターボックストレーシー、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。ツーアウトランナー二塁です。打ちました。痛烈な打球、下がっていく下がっていく、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。低めでしたがきっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。オリックスバファローズ12対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターは DH 小栗。バファローズホームランで得点を挙げています。ライト下がっていく下がっていく、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。13対0、主砲の一発で1点を追加します。大きく点差が広がっています。バッターボックスローズ、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました、伸びていく、この打球は落ちそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。これで3試合連続のマルチヒット。2アウトランナー二塁。6番バッター鈴木、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを2塁に置いています。インコースの変化球見ています。甘い球ならフルスイングするカウントでしたけど、狙っている球種じゃなかったんでしょうね。そうですね。打ちました、レフトに強い打球、レフト下がっていく下がっていく、レフトオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、14対0。バファローズホークスピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは高橋。さあマウンドを任されたのは高橋、今シーズン4試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。甘いコースでしたが見送っています。アウトコース、スライダー決まります。ここはあっという間に追い込んでいます。打った、これはどうか、この打球は落ちそうだ。センター左へのヒット、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、15対0。バファローズなおもチャンスです。バッターボックス山下、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。打った、左中間に強い打球、真ん中を破りました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、バファローズちょっと一方的になってきました。打順は9番水口、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや当たってますね。この調子だと猛打賞も行くでしょうね。さあここも打っていけるか、高め決まってストライク、すぐに追い込みました。チャンスの場面振っていきましたが三振、スリーアウトチェンジ。しかしバッターは7番松田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席引っ張った打球はレフトへ、ここはフライになっています。打席には8番バッター内川、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。2アウトになっています。もう1回インローに持ってきました。桑田厳しいコース、
空振り。ここはランナーを変えさせません。セカンドランナーは残塁に終わっています。高星さん、序盤でエースを攻略できたというのは非常に大きいですね。エースを攻略するというのは本当にチームにとっての自信にもなりますし、しっかり捉えた。ライト下がっていく、下がっていく、フェンス直撃。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。最初は変化球できました。ボールになります。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット。バファローズ大量リードとなっています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になって引っ張った。大きな打球になった。ライト下がっていく。ライト見送った。ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ頼りになる男がやってくれました。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立てて打ちました。打った瞬間確信したか、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。主砲の一発で1点を追加します。リードをさらに広げていきます。バッターは5番ローズ。先ほどは見事なツーベースでしたよね。はい、ここも思い切っていってほしいですよね。期待しましょう。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターボックスは6番鈴木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。スライダー決まっています。ワンボールツーストライクです。三遊間取りました。ワンアウト。打席には7番バッター金村。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。いい当たり。レフト下がっていく、下がっていく、レフト見送った。ソロホームランが出ました。これがプロ入り初のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。ホークスピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の松田。さあマウンドに上がったのは松田。今シーズン5試合目の登板です。3連投ということになります。まず打ちをついてきました。打ちました。これは浅いフライ、ヒットになりました。これで4打席連続のヒット。ワンアウトランナー1塁です。バッターボックスは9番水口。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。打ちました。センターに大きな打球、伸びていく。どうだどうだ。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。打順はトップに帰って新井。先ほどは見事なツーベースでしたよね。ここも思い切っていってほしいですよね。そうですね。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。引っ張った。この打球はフライになっています。ライトが取りました。ツーアウトです。
バッターボックスは2番牧。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、はい、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。打った、レフトに大きな打球、レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、バファローズなおもチャンスです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。次が2球目、痛烈な打球、これは入りますね。スタンド一直線、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね、そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。今日はバッティング絶好調。3本連打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、惜しくも切れてファウルボールです。チェンジアップは入りません。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。打順は1番に帰ります。バッター牧原、先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを1塁に置いています。1塁はセーフ。いいボールですね。はい、変化球が決まっています。ノーボール2ストライク、セーフ。内へ持ってきましたが外れました。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。バッターボックス今宮、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。前の打席はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは積極的に行ってほしいですね。そうですよね。ワンアウトランナー一塁です。次が5球目、振っていきましたが三振、ツーアウトになっています。バッターは3番グラシアル、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ツーアウトランナー一塁です。このクロスファイヤーはいいですよね。はい、高めの打ちました。セカンドが前に来る、セカンド取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。バッターのローズ、ここのところ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。本人も今しっかりボールが叩けているということを言ってましたね。なるほど、そうですか。さあここは好調さを発揮できるでしょうか。取りました。ワンアウト。バッターボックス鈴木、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。打った、今宮抑えて、ツーアウトです。打順は7番金村、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。ツーアウトランナーありません。この回のバファローズ打線ですが、たった3球でツーアウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、そうですよね。変化球空振り、スリーアウト、チェンジ。この回ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、得点圏には先制のランナー DH 小栗、ライトへのタイムリーヒット、バファローズ先制します。2回の裏、得点圏にランナーを置いて8番山下、初球から狙っていました。バファローズ2点を追加します。続く攻撃、ワンアウト1塁2塁のチャンス、2番バッター牧、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。バファローズ1点を追加します。
3回の表、得点圏にランナーを置いてここは打ち取ります。バファローズこのピンチをしのぎます。バッターボックスには指名打者のデスパイネ。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね。はい、ここは思い切っていってほしいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。改めてお聞きします。バッターのデスパイネ、どういったタイプのバッターでしょうか？まあ、まさにホームランバッターですね。打球がいい角度で上がるんですよね。なるほど、そうですか。まあ、ここは狙いとは違うボールにも対応していかないといけませんね。なるほど、そうですか。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。バッターは6番中村。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ワンアウトランナー1塁です。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。バッターボックスには7番松田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。インサイド落ちました。この打球は落ちるか、どうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう松田、ヒットが出ました。ツーアウトランナー二塁一塁。初球ボール球です。変化球を狙ってたんでしょうかね。そうですね。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。なるほど。さあ、バッターは何を待っているか。5球目は何で来るか。これもインサイド。ここは見極めました。豪快なスイング打ちました。弾き返した打球はセンターへ。新井掴んで3アウトです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ランナー出ましたが、ホークス得点はありませんでした。バファローズ大量リードしています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち浅いフライ、ヒットになった。これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには9番水口。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのインサイド落ちました。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー2塁1塁。打順はトップに帰って新井。先ほどの打席はライトフライに倒れています。引っ張った高いバウンド内川、一塁そのまま入ってアウト。これは進塁打になりました。打順は2番牧。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここもバッターボックスには代打の山本。まあ今のうちにリードを広げておきたいですからね。今のは打ちに行って欲しかったですよね。代打というのは1打席勝負ですから。打ちました。大きな打球になった。ライトバックバックバック入った。ホームラン、スリーランホームランが出ました。大量リードさらに広げる大きなスリーランホームランになりました。追加点が入りました。オリックスバファローズ鮮やかなホームランを見せてくれました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ストライク。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応を考えているでしょうね。なるほど、そうですか。さあ3球目は何か。アウトコース外れます。打ちました。これは大きい、伸びていく。ここは打ち上げています。バッターは DH 小栗。今日は2本のホームランを放っています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。ツーアウトになっています。これはファールグラウンドへのフライです。変化球に泳がされて最後はファールグラウンドへの当たりで3アウトです。しかしこの回
バッターボックスには2番今宮。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね、そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ノーボールツーストライクです。インコースファウル、これが5球目。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。掴んでツーアウトです。打順は3番グラシアル。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。打ちました、高いバウンド。水口一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがホークス得点には至りませんでした。7回の裏バファローズの攻撃です。一方ホークスはピッチャーが変わります。香山がマウンド上に上がっています。西さん、今日はピッチャーがしっかりゲームを作っているわけなんですが、ピッチャーのリズムがバッターにも影響すると言いますよね。一体どんな部分なんでしょうか。そうですね、難しい状況がないわけですから、とにかくバッティングに専念できるということですよね。なるほどね。ストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ち上げました、これは浅いフライ。ここはフライになっています。4球目打っていきましたがライト掴んでワンアウト。打席には6番バッター鈴木。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。2球目は何で来るか。打ち上げた、この打球はフライになっています。2球目打っていきましたがツーアウトとなっています。7番バッター金村、今日はホームランを放っています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね、ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれない。打ちました、浅いフライ、レフト前ヒットになります。これで3試合連続安打、ツーアウトランナー1塁。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年に対広島戦でサイクルヒットを達成されていますが、当時を振り返っていただいていかがですか。最後はホームランだったんですけども、ラッキーでしたね。ここでバファローズダイソーを送ります。足立がファーストランナーに入ります。レフトバックする、バックする、レフト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達、これで6打席連続のヒット。ツーアウトランナー三塁二塁。バッターボックスには代打の粟口。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。さあまず1球目、初球フルスイングですが空振りです。内へ、これは決まった。ストライクを先行させていきます。追い込みました。これは見送ってボール、ファウルになります。ライトの前に落ちました。セカンドランナー三塁を回った。サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン。バファローズが突き放します。ライト前のタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になっています。打順は1番に帰ります。バッター新井、最初は変化球できました。変化球が低めに外れます。ワンボールツーストライク、次が4球目。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。取ってスリーアウトです。しかしこの回バファローズ2点を追加しています。8回の裏に入りました。バファローズの攻撃、バッターは守備交代から起用されている吉田。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。赤星さん、点差はあるんですけれども、はい、先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、点差があるからこそ丁寧につないでいくしかありませんからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。
バッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打。ノーアウトランナー三塁二塁です。バッターボックスには指名打者の小栗、今日は2本のホームランを放っています。ヒットで初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。三塁を回っていく。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。バッターランナーは三塁まで進みました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、右中間へのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になってきました。さあバッターはローズ、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ。打ちました。大きな打球になった。伸びていく。どうだどうだ、右中間破っていきました。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。ホークスピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは甲斐野。バッターボックスには代打の九里、まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。打ちました。痛烈、切りました。ファールボールです。これは一気でしょうね。スタンド一直線入った。ツーランホームランが出ました。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。真ん中に入ってきたストレート、思い切り引っ張った打球は特大の一発となりました。追加点が入りました。オリックスバファローズ見事な一発が飛び出しました。バッターはダイソーから起用されている足立、ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。このところ状態はいいようですね。期待しましょう。バファローズホームランで得点を挙げています。松田掴んでワンアウトです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ち上げました。ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたが2アウトとなっています。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。さっきのタイムリーで乗ってると思うんで、ここも期待できるんじゃないですかね。そうですね。これはファースト内川取って一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ5点を追加しています。打順は8番内川、今日はまだ当たりがありません。前の打席あわやというような大きい当たりでしたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。ストレートを持ってきました。ノーボールツーストライクです。いいボールでしたけどね。アウトロー際どいところ、わずか打ちました。取った一塁へ、アウト、ワンアウト。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。9番バッター甲斐、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ホークスランナーを進めています。キレがありますよね。インローへキレのある変、ここは決まりました。見逃し三振です。これで2アウト、10個目の三振で2アウトを奪いました。バッターボックスには代打の福田、ツーアウトランナー二塁です。初球打っていった。ショートの右掴んだ、一塁へ、アウト。これで3アウト。最終回無失点で試合終了です。今日は見事な完封で白星を挙げました。オリックスバファローズが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。これで連勝は6になりました。西さん、相手エースを打ち崩しての勝利です。これ
れは価値ある1勝と言えると思うんですがいかがでしょう。いや大きいと思いますね、この1勝、まあ、ただの1勝じゃないですよ、まあ、相手にとってはもう本当に大きなダメージですからね。大きな勝ち星ということになりました。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のホークスですが非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。皆さんありがとうございました。